複雑な地形と潮流が多くの魚を育み、古くから釣りのメッカとして知られている熊本県の天草。この番組でもロックフィッシュやヒラスズキ、マダイ狙いなどでたびたび天草を取り上げたが、今回のターゲットはアオリイカ。小魚やエビをイメージした日本古来の伝統漁具を進化させたエギと呼ばれるルアーを使って、大阪府在住の岡隆之が天草のデカイカに勝負を挑む。おはようございます。オーナーバリカルティバードローフォンインストラクターの岡 P こと岡隆之と申します。今回は熊本県の天草に来ております。エギングでアオリイカを狙ってみたいかなと思うんですが、もう約10年ぶりぐらいの釣行、熊本県なのでちょっとわからないんで、いろいろ探りながらやってみたいかなと思います。よろしくお願いします。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のエギングをお届けしています。よし、いきますよ。第1投目、満潮へ向かって行ってるけど潮が動いてない。満潮は何時ぐらいですか？満潮8時ぐらいですね。いきなり来たよ。っておかしいな。一投目。あ、エギあったかいわ。岡1投目でいきなりアオリイカをキャッチ。一応オスやね。春っぽいやつじゃないけど、幸先良すぎてね。あー怖い、吐く、吐いちゃう。このタイミングかよ。よかった、透明で。よっしゃ。よっ。よいしょ。バッチリや。一応新色なんでね、これ。多分見たことないでしょ。天草のイカも。このエギ。狙い通りすぎてもう怖いですね。大体でもこの幸先ええ時で後続かんからね。すごいね。うわ、なんなんあれ、すごいな、ほんまにすごい光景。ね、今釣れたんはそのほんまその向かいの堤防の前に基礎が入ってるんですけど、そのちょうど角のとこだけ基礎がねちょっと張り出してるんですよね。その張り出してるところで今乗ってきましたわ。まあ、もろにあのボトムでしたけど、潮がね若干沖へ、若干やけど行ってるんで、あの張り出しの裏とかで来た。またや。岡、解説中に連続ヒット。やっぱり
ゆっくりやった乗ってきよるっすね。ほんでもこれさっき逃がしたやつちゃうんかっていうぐらい同じぐらいやな。いやちょっと手前ですね。抜きまっせー。同じようなサイズ。あでも次メンちゃんやん。メスっすね。いや新色釣れるやん。はい、やっぱりさっきのやつと一緒でもうほぼボトムスレスレのところですね、まあ、あのしゃくった後に、テンションややかけ気味でゆっくり落としてるともう糸がふっとたるむようなあたりですね、うん、まだおるんちゃいます。めっちゃベイトおるからねえ。はよ投げたい。よいしょ。はい、まあ、エギングなんですけど、まあ、このエギというものを使って釣ります。で、まあ、このエギなんですけど、まあ、小魚に模してたりとかエビに模してたりとかって言われてるんですけど、まあ、そういうような風に、イメージして使ってもらえばいいかなと思いますが、とりあえずあのシャクルっていう動作があるんですけど、まあ、シャクルとエギがこう上へ跳ね上がります、まあ、跳ね上がったりダートって言われたりこう蛇行するような動き、まあ、それで、イカに見せてイカに興味を抱かせて次のフォールなんですけど、まあ、落とす作業ですね。これがまあ止めたりとか、糸のテンションを張ってゆっくり落としてあげたり、糸のテンションを抜いてスッと落としてあげたりっていうこのフォールっていうアクションでイカを乗せるっていう形ですね、まあ、イカはこう動いてるうちは、興味を示して寄ってくるんですけど結局乗ってくるのはこのフォールこの瞬間に乗ってくるので今みたいな感じで言えば、しっかり動かした後にラインテンションを張りながらこういう形でゆっくり落としてると乗ってくる状況なので、まあいろんなそのさまざまなシチュエーションに応じて、いろんな使い方があるんで、まあ、僕のこのドロー4っていうエギがそういうエギになってるんでぜひいろいろ試してやってもらえればいいかなと思います。はい、でかいのがおらん感じの気配プンプンするなこれ。そうですよね、春っぽい顔。そんなもんサイズ関係なしにあれでも春以外からね、春で釣れてるから。いややっぱいいっすね、めちゃくちゃいい。昨日どこがいいですか。なんでしょうね、あの砂を誘って止めてね、そのしっかり止めてる時に振って乗ってくるっていう小細工がいらんところがいいですよね。あとはもうほんまあわよくばもうちょっとでかいのが混ざってくれれば。
噛まれて剥がれてきましたわ。イカってね結構ね獰猛でね、くちばしがついてるんですけど、さっきみたいにこう横からこう抱いてくるやつはここ思いっきり噛んでるんですよね。もう布ガチャガチャにされるぐらい。もうこれは要はもうイカが本気になってる証拠なんで、まあ、しっかり止めれてる証拠ですね。まあ、こうなるとねエギのアクションが変わってくるんで、できたら違う新しいエギへ変えてもらって、まあ、釣れてるんでね、ほんまこの殻投げ続けたいんですけど、せっかくなんでいろいろあるんで試しながら。目覚めたわ、朝早かったからね。ピンク系のカラーにチェンジした岡、果たしてこのカラーへの反応はどうだろうか。よっしゃ、来ますよ。何頭目か忘れたけど、当たりはあのほぼ手には来てないですね。もう糸が動くみたいな、今みたいなボトムについたような。あ、分かった、これちょっと左に行ってる。そうですね、 糸の力がふって抜けたりとか、そうですね、もうその場でグッても押さえ込んでるような感じですね。これ外やってもいい。3連続ヒットの後、当たりが止まってしまったので防波堤の沖側へ移動。とね、僕基本的にこう潮が流れてるレンジを探してそのレンジを釣っていくっていうスタイルでやってるんですけど、まあ、今ちょっとボトムからちょっと上げたところでちょうど潮がスッと効いてるレンジがあるんですけど、まあ、そこを狙っていきたいんですけど、そこからこうしゃくりすぎて例えば抜けてしまったりとかするとまたそのレンジへエギを入れていかないといけないんですけど、それがすごい難しくて、まあ、僕は大体基本的に何やろ、しゃくりボトムついたらしゃくりながら数大体数えてるんですけど、で例えばしゃくっとって、1,2,3,4,5 とかで、まあ、例えば5で重たくなったとならそこが、まあ、潮を効いてるよっていう証拠になるんですけど、で例えばそこからまだ5,6,7,8,9ってしゃくって、例えば9でスコッて軽くなったら5から9までのレンジが一番潮が効いてるっていう目安になるんで、まあ、そこを例えば、上に上げてもう一回入れていったりとか、逆にこう下へ落としてからしゃくってその潮に入れていったりとかしながら、まあ、そこに何で入れるかっていうと、まあ、もちろんそのイカが上下にいてるっていうのもあるんですけど、そういうところの方がエギをゆっくり止めれるというか見せれるので、なるべくその潮を使ってゆっくりエギを見せてイカを乗せるっていう、まあいうのが僕の釣り方なんで、今も結構これ水深だいぶ深いんで、まあ一応潮は効いてるレンジはあるんですけど、だいぶ糸が持ってかれてかなり集中しないといけないんで黙ってまうっすよねめっちゃ集中してやってます。いきなりの3連続ヒットで幕を開けた熊本県天草のエギングゲーム。岡はさらなるサイズアップを狙って釣り場を移動することに。果たしてどのような釣果が待っているのか。圧縮してロックする、バラシを防ぐ PE ライン対応フォルム、餌とルアーの融合、釣りはさらに深くなる。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草のエギングをお届けしています。はい、場所を移動してきました。ガラッと変わってジーソでございます。なんか釣れそうでしょ雰囲気ええもんね。まあ、ちょっとこういうシャローの潮が効くようなジーソなんで、まあ、日中
高活性のやつがいてるんじゃないかなと思って来たんですけど、まあいかんせんまあまあな流れなんで、まあちょっと広範囲にサクサクっとやりますわ。やば、僕もパッてなあれやから基本的に足元からやっていく。潮の流れは今僕から、沖から手前へ手前へ流れてくるような流れです。結構きついですよこれ。あ、イカちゃんおったね。岡早くもヒット流れの中やけどおったあ、怖い、やめてやめて、何色か分かりますこれピンクピンク、新色のピンク。ヒギはね、一応流れの紙へ投げてしゃくって流して、しゃくって流して、でもうヒギがありえへん方向に走ったんでイカやったっすねもうこんなえげつない流れの中でもヒギ抱いてくるんやからね、イカ、このサイズのイカが。やる気満金ですわ。よいしょ、元気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 。まあ基本的になんかあれですもんね、シャローってみんなあんまやらないみたいで、エギが引っかかるからやりたくないみたいな、よう聞きますわ。でもほんま意外にシャローにイカおるっすからね、あの思ってるよりも浅いとこに。それも別にちっちゃいやつだけじゃなくて、そこそこでかいやつもこれから春から夏にかけてどんどん入ってくるんでね、だからやらん手はないっす。だから別に根上がりが嫌やったら別にエギそこ取らんでもいいと思うんですよ。全然もうこういう浅いとこにおるやつって基本的にもう活性が高いやつなんで、もう上だけやってさらっとやってしまえばいいんですよ別に。でその後にゆっくりボトムやってあげたらいいと思うんで。うわっうん、なんかそんな感じの出方やね。あれ釣りたいわ俺。あれ釣れるでしょ多分。ここでは鈴木らしきボイルこそあったものの、アオリイカのサイズアップとはならず、再び釣り場を移動することに。このあと数箇所をチェックした岡が注目したのは、天草の南端部に位置する大規模な漁港だった。岡によると春の大型アオリイカが出る条件が揃っているらしく、じっくりと攻めてみることにした。はい、移動してきました。さっきやったところよりもだいぶと南に、下ってきまして、もう見るからに良さげな場所やったんで、とりあえずやってみたいなと思います。まあ場所は何やろ、もう土砂浪ですね。土砂浪の、まあ、いっぱい根が点在してるようなエリアなんで、まあ、ちょっと今、試作してるちょっと新しいエギでやってみたいなという感じです。さて行きますせー。いやこのシャローのね、このフラットにすっごい無数の根が点在してるんで、この外敵から身を隠しやすいっていうのもあるしね、そういう意味ではやっぱすごくいい、まあ、隠れ場もあってね、こう身を寄せて餌を取る場所もあってみたいなんでいいと思いますよ。こういうとこ大好きですよ僕。ねえ、校内には結構ベイトおったっすもんね。まあなんせエリアが広いんでね、いっぱい打ちながら歩きながらっていう感じで。イカの反応を探りながら防波堤の付け根に広がる磯場に移動した岡。すると来た、釣れた釣れたけど
だんだんサイズダウンしてません？だんだんサイズダウンしてません？これこれはもう速やかに逃がしてあげますね。夕暮れが迫る中、漁港の先端部に移動した岡。ここで最後の勝負をかける。まあ、夕まずめなんですけど、まあ、一日いろんなとこ見て回って一番、まあ、でかいイカが出そうかなというところにとりあえず来てます。まあ、せっかくなんで最後でかいやつ一本取って、締めたいなと思います。言うてもたね。言うてもたね。え、夕まずめっぽい時間になってきましたよね。まあ、今日一日回ってきた中で一番その春のデカイカっぽい僕が思うねエリアだったんで、とりあえず夕方のまずめ、まあ、そこでええのが出たら締めくくれるかなという思いでございます。で、適した条件はやっぱりこう外洋からこう、一直線に入ってこれるような場所だから、もう思いっきり表がもう開けてるような場所で、どん詰まりにやっぱりウィードが点在するような、もうこれ堤防の表側もウィードいっぱい生えてますし、もちろんこの中の砂地のところにも結構ウィード生えてるんで、まあ、そこに一気にこう入ってくるかなという感じで思ってるんですけどね、僕の中では。で、結構そのこの構内の中にもアジが入ったりとか、まあ、ちっちゃいベイトがおったりとかするんで、今僕の足元にもアジも山ほどおるんで、まあ、ベイトはおるんで、ね、可能性は全然ゼロじゃないと思うし、まだ気配は全然ないけど、いつ来るか分からんからね、でかいやつってほんまに。で、今日全く潮が動けへんぞ。潮が動くタイミングで多分釣れると思うんですけどね、それをひたすら待つしかないんで。自分の読みを信じて竿を振り続けた岡。しかし残念ながら潮は動かず、両型オリイカの姿を見ることはなく、ストップフィッシングを迎えた。お疲れ様でした。まあ、最後でかいの狙って、自分が思うエリアに入ったんですけど、まあ、思いのほか潮が全く動かなくて、ちょっとなすすべなしで、終わってしまったんですけど、まあ、一日回って、まあ、マクサの何て言うんですかね、いいとこたくさん見えたんで、もちろんその釣り場がすごくいっぱいあるっていうのもそうなんですけど、ほんまにこう車止めてここ打ちたいなって思うようなフィールドばっかりで、でなおかつ潮が動くタイミングでポロポロっとイカが釣れてくれたりもするんで、まあ、ポテンシャルはすごくいいと思うんで、ぜひ皆さん来ていただいて、まあ、これから多分放送のタイミングなんかもでかいかシーズン真っ只中だと思うんで、ぜひぜひ遊びに来てもらえればいいかなと思います。